山崎康晃、大魔神佐々木を抜き歴代1位に浮上。こちら横浜スタジアム通算セーブ数、佐々木大魔神を抜き1位となりました。歴代レジェンドクローザー勢揃いで草、岩瀬ってすごいんやな。この高津ってピッチャー横浜にいたっけ。さすが100勝 100S。 まだまだ行くやんけ。これ暗黒時代の横浜は相手チームのセーブ機会多そうだもんな。巨人派抜きの山淵俊さんも意外と稼いでるな。佐々木も案外こんなもんなんだな。かなり早い段階で安秋ジャンプ取り入れた運営は軽眼やったな。普通にすごいのにすごく見えないの何でだ。渡米したし帰ってきたらは婚化したから実質渡米前で引退したようなもんなのか。岩瀬はギリわかるけど高津もボイスしか変わらんのか。普通に勝てるチームになってから稼いだ数字は無意味。見てるとピョンピョンしたくなるから今年はハマスタ行かなくては。安秋デブ期間なかったらと思ってしまうのはしょうがない。ドスコイは最初から先発で来てたらすごい投手になったやろな。特に故障もなくルーキーイヤーからここまで稼働するのはすごい。ご視聴ありがとうございました。